い、こんにちは。テックスタッフ店員佐藤です。今日はソニーショールームへ ZV-1F 新製品の Vlog カメラを、取材させてもらいに来ております。ちょっと一回電源を入れてみますね。よいしょ。一番の魅力はこの 20mm の単焦点レンズなんですが、これでもう電源入ってます。オフになりました。電源入れてみます。角部分がなく、これだけで撮影ができるようになります。非常にシンプルな、単純な動きになっているので、電源切るのもすぐ切れるし、あっという間に行きますね。はい、改めましてこんにちは。ソニーショップテックスタッフ店員佐藤です。ZV-1F の、実機レビューをお届けしたいと思います。まず今映ってるのは ZV-1 の電源オンと電源オフの様子。電源オン、こうやって繰り出しズームになっているので、これが出てくるまで電源撮影ができないのと、電源切った後もですね、こうやって閉まれるのにちょっと時間がかかるのにですね、これが新型の ZV-1F、見ての通り電源を入れるとすぐに点灯するし、すぐに電源も切れます。すごいですね。ちょっと電源ボタンがですね、この風防の下にあるのでちょっと探しづらくて、ちょっと孫ついてますけども、ボタンを押した瞬間からの瞬間にもう指離しているので、それで見てもらえればその違いが分かりやすいかなと思います。こっちは新型の ZV-1F。 すごい、まるでアクションカムをなんかを彷彿させるような手軽さですね。 40.5mm のフィルター系が切られているので、ここに MC プロテクターなどもつけられます。でレンズバリアもないので、こういうレンズキャップになります。そして、手ブレ補正については、動画の時にアクティブ手ブレ補正オンとオフのみ選べます。これは、旧型の ZV-1のアクティブ手ブレ補正オンの状態。これだとですね、24mm からさらにちょっとクロップされた感じになるので、だいぶおじさんの顔がこうやって大きくなってしまいますね。もうちょっと小さく映りたいなという時は手ブレ補正をオフにすると、クロップがなくなるので、こうしてやや広めの絵作りになります。これが ZV-1 ですね。 24mm の、広角端いっぱいだとこういう画角になります。こちら新型の ZV-1F、20mm 単焦点 20mm レンズなんですが、この状態で手ブレ補正オンになってます。アクティブ手ブレ補正オンなので、歩きながら撮ってもこれスムーズな、背景になるんじゃないでしょうか。さらに立ち止まって撮影するんだったら、手ブレ補正オフにして撮っても大丈夫だと思います。手ブレ補正オフにするとこんなに広くなります。2人3人ぐらい手前にいてもなんか撮れそう、動画が撮れそうな、そんな画角ですね。これは ZV-1F の手ブレ補正オフの時の画角になります。あ、これは手ブレ補正アクティブオフ、これの画角の違いでした。そして、タッチパネルになってます。操作性が、これが非常に有利になっています。ちょっとやってみましょうか。これでファンクションメニューが出てきます。美肌効果のオンオフなど、これタッチでできます。これはこうやってひっくり返しても操作が可能。露出補正などもこうやって背面を見なくてもできるようになっています。そして、よいしょ、メニュー画面ですが、なんとビヨンズ XR 非搭載にもかかわらず、ご覧の通り、新しい UI 使えてます。ちなみにモード切り替えはここで行うんですが、モードを回すんではなく押すだけで切り替わっていく。ZV-E10 と同じ方式になっています。これ写真ですね。そして、よいしょ。動画にしてみます。それぞれで、メニューが変わっていきます。はい、これはですね、タッチパネル操作の様子ですね。ファンクションメニューをあえて押すことで、
ファンクションメニューを下からスワイプすると呼び出しができて、それで、今クリエイティブルックのメニューなんか入ってきました。細かい設定画面があるんですけど、こうやってプラスマイナスのグラフなどを表示してくれるので、これで操作ができます。これはクリエイティブルックをですね、画面ちょっと録画しているのでタッチ操作が使えないんで、コントマルチホイールを使って、操作しているところです。まあ、これだけ細かい数字が設定があるので、ホイールでこうやって選択肢操作していった方が楽でしょうね。さあ、10種類のクリエイティブルックいろいろ入っています。ビビッドとか派手な色もできれば、こうしてあっさりした色付けもできます。これはソフト背景ですね。ブラック、セピア、こんな色味も使えます。10種類自分の好みで使うことができます。あとこっちピクチャープロファイル、ログ撮影ですね。ログ撮影の時も PP789 が入ってます。Slog 2がこれで撮れます。 Slog 3も撮れます。Slog 3の S ガマット3も撮れます。そして PP10 が入っているので、ハイブリッドログガンマーの HDR 撮影もできます。上位に、α7-4 とか 7S3 があって、これサブカメラとして使うので、今のメイン画面なんですけども、慣れればこうやって、ボタンの位置分かれば、背面のメニューボタンさえ押せばこうやって呼び出して、自撮りしてる時にも操作ができます。ちなみにこれはこうやって、電源をしちゃった。閉じるとこれだけで電源オフになります。で、開けば電源が入るようになってないな。あ、入った。電源入りましたね。いうような作りになっています。そして、動画撮影時のこのタッチメニューですけども、これでこういう設定ができるものとかからず、これ消すこともできます。ここのオフ。ここ押すとボタンは全部消えますね。こんな操作ができます。そして、ここ、静止画の時ですけども、画質のところは JPEG 画質のみになっています。ローはもう選択肢として出てこないようになってますね。ファンクションキーを出すときは画面の下から出すのではなくて、真ん中のところで操作すると出やすいそうです。はい、動画のタイマーをちょっと試してみます。これ1回のみっていうのがあるから、これ使いますね。さあ、これでロックします。レック。はい、ロックが開始になりました。これで止めます。そして、もう1回次にドックすると、この時にはもうタイマーが効かなくなってます。1回のみっていうボタンを押すと、その時だけっていうのができるんですね。はい、手ブレ補正はご覧の通りアクティブとキリのみになってます。スタンダードがありません。これは光学手ブレ補正がついてないからですね。電子的な手ブレ補正で動画の時だけ手ブレ補正しています。すると、ズームの方もですね、単焦点レンズなので、すべて、デジタルズームになります。ちょっとスマートズームというのがあるので試したんですが、スマートズームだと、ズームできないみたいですね。これ静止画だけなのかな。そしてこれを超解像ズームにします。これはソニーが計算して、解像度を落とさずにできるデジタルズーム。2倍までこれはズームができます。それともう一つ、単純拡大になっちゃうんですけども、デジタルズーム機能もついてます。ぐっと寄っていくと、これは4倍までズームができます。このような機能が搭載されています。ということで、すいません。ちょっと短時間ではありますが、ZV-1F のですね、様子を、ちょっと実機の様子をお伝えしてみました。使ってみた感じ、かなり、物は軽いので、なんだろう、カメラという、鉄の塊を持っているような感じなんですけど、プラスチックのものを、プラスチック製のカメラみたいな形で、空気がいっぱい入っているような感じの軽さを、得られます。まあ、電源入れた時も、スッと、簡単に、液晶が、画面が点灯して、
で、繰り出しズームとかもないのですぐに撮影に移れるところなんかはまるで昔あったこのアクションカムを彷彿させるような気がします。これもまあモニターついてるとちょっと起動には時間かかってたんですけども、いきなりレックボタンを押せばもうこれだけでレックが始まるというすごい手軽さがありました。そんな手軽な撮影ができるような Vlog カムになるんじゃないかなというふうな気がします。S ログが撮れたりとか、ピクチャープロファイルいじって HDR で撮影をすることができたり、さらにクリエイティブルックがついてますので、本ちゃんの本番のカメラはアルファを使って、そこまでの道中を Vlog で残したいなとかっていう時のサブカメラにすると同じフォーマットで映像が撮れるという利点があります。アルファ7シリーズのサブカメラとしても最適なんじゃないかなと思います。ぜひご検討になってみてください。お付き合いありがとうございました。